ポルティナーリ祭壇が、フーゴー・ファンデルグースは、バロワ・ブルゴーニュ家時代のフランドル博領の都市、ヘント生まれの画家、初期フランドール派、第二世代の巨匠として知られる。1467年、フーゴーは、生まれ故郷であるヘント市のセール家組合に加入した、後組合の長老となった、長老の間、ブルゴーニュ公、シャルル・ユー・タン公とマーガレット・オブ・ヨークの結婚を祝う、 ヘント氏の装飾を担当し、公爵夫妻から雇われることとなった。ブリュッセルにあるジェリコのバラ聖母修道会の二層エリザベートは、フーゴーの絵画モデルを務めたことでも知られているが、フーゴーと彼女は心を通わせる関係にあったとされており、フーゴーが心を痛める一員になったと見られる。40歳近くになったフーゴーは、フランドル最大の巨匠としてその地位を揺るぎないものとし、 1474年には、学科組合長に就任することで、国際的名声をますます高めていたが、同年、突如として、世俗者としてのすべての立場からの引退を宣言し、助手主となって、ブリュッセル近郊のローデンダーレ修道院にこもってしまう。修道院内で彼は、在俗者の扱いをされていたと思われる。修道院内でも、絵画制作を続ける風合であったが、 世紀の傑作、ヘントの祭壇画を描いた、先達の巨匠ヤンファンエークへの劣等感に苛まれ、精神病もしくはそれに近い危機的状態に陥ったと伝えられる。戦術した二層エリザベートとの関係を自由に挙げる。説もある。各して、フーゴーは1481年に自殺を図り、アクル1482年に死亡した。彼の最も有名な作品は、 1475年頃に描かれたポルティナーリ祭壇画である。この祭壇画の大作は、ブルッヘにおけるメディチ家の代理人であった、銀行家トンマーゾ・ポルティナーリがフィレンツェのサンタマリア・ヌオーバ協会内に設けられていた、ポンティナーリ家の使用礼拝堂の背ワりとして依頼したものであった。現在は、ウフィッツィ美術館が所蔵している。ありがとうございます。